こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはブロードアーバン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはブロードアーバン、さらにはシネマポジティブ、15番ケンタッキービクトリー、その後ろウェディングイメージ、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとなんと AM オペラ王、場内も大歓声、ベレヌス、それに続いていますオレンジの帽子ブロードアーバン、その後ろシネマポジティブ、すぐ後ろ内からはグリーンクライシス、緑の帽子ワーキングライト、その後ろすぐ隣にサンライズストーリー。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんと AM オペラ王、場内ドッと湧いています。その横にブロードアーバン、ベレヌス、この馬もこのグループ、その外からケンタッキービクトリー、並んで7番シネマポジティブ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から。先頭はなんと AM オペラ王、場内ドッと湧いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前は AM オペラ王、まだ粘っています。ベレヌス、ほとんど差がありません。ブロードアーバン3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。 AM オペラ王先頭、ベレヌス先頭、2番手はベレヌス、残り 200m、 ベレヌス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ベームオペラを追いすがります。ベレヌス先頭だ。ベレヌス、ベレヌス1着、2着にはどうやらベームオペラを勝ったのはベレヌス、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってオールキャッシュ、残り 200m、 先頭はオールキャッシュ、ラスカル鈴鹿、いい足で追い込んできました。ラスカル鈴鹿抜けた。ラスカル鈴鹿もう一伸び。ラスカル鈴鹿1着、ラスカル鈴鹿1着、2着にはどうやらシャープキック、1番人気に応えました。ラスカル鈴鹿見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は桜トリック、桜トリック先頭、2番手は桜トリック、桜トリックいっぱいになった。イクノナディア頑張る。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。フェリアード必死に追う。2番手はフェリアード、イクノナディア、この馬で決まりか。イクノナディア1着、イクノナディア完勝。イクノナディア1着、2着はフェリアード、これは桁外れの強さだ。イクノナディア。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はアドマイヤ個人、差は3馬身。後続の手応えもいい。後続は大きく離れた。2番手はドラゴンサクセス、アドマイヤ個人今ゴールイン。段違いの強さです。アドマイヤ個人1着、2着はドラゴンサクセス。これは物が違う。アドマイヤ個人。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。おっと、待機へ行こう。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に目白へ行と入ってゲートイン完了です。スタートしました。メジロドーベル好スタート。サマース、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してメジロランバダ花に立ちます。その後ろからはメジロドーベル、この馬も上がっていく構えです。さらにはサラトガガーベラ、17番ランフォザドリーム、その後ろ後方に控えたのがデアリングローマン。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジロランバダ、2番手に12番メジロドーベル、並んで11番サマース。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のメジロドーベル現在先頭を進んでいます。エリモシック前走は大敗してしまいましたが、今日はどうでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとメジロドーベル、場内ドッと湧いています。すぐ隣にサマース、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。なんとなんと先頭はメジロドーベル、これには場内もどよめいています。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭はまだ12番メジロドーベル、サマースほとんど差がありません。ランフォザドリーム3番手、さあメジロドーベル逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はメジロドーベル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。メジロドーベル先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 メジロドーベル先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はエリモシック、メジロドーベル独走、メジロドーベルぶっちぎりです。メジロドーベル1着、2着はエリモシック、これが世界の実力だ。メジロドーベル